皆さんこんにちは、スイローです。毎週恒例紹介銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。スイローの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンサ会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、スイローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイティファーマです。今週は上昇、週間騰落率はプラスの 0.6% です。次の銘柄はユナイテッド航空です。今週も下落、週間騰落率はマイナスの 8.9% です。最後の銘柄はアーブラスバイオファーマです。今週は下落、週間騰落率はマイナスの 8.7% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマは4週分の上昇です。特に変化はありません。ユナイテッド航空は3週連続の下落となりました。相場環境が苦しい中では上値が重い状態になっていますが、見通しは良いです。アーブラスバイオファーマは5週分の上昇、見通しの変化はありません。ホールド前提で問題ありません。個別株の推移を確認します。今週も個別株が全体的に弱い1週間でした。高いボラティティが確認され、安定した投資は難しい環境です。今後の投資戦略についてお話しします。週間騰落率 S&P500 マイナスの 2.41%、 ナスダックマイナスの 2.8% でした。今週は CPI 発表があり、 8.3% 高水準継続が確認されました。それに伴いパウエル議長は引き締めに対してよりアグレッシブな発言をしました。最近市場は加味するも、株式市場は加味していないため危険性は高いです。最後にスイローの来週の投資スタンスはやや動きを維持です。来週は FRB 交換の発言の場がたくさんあります。議事録開示に向けて引き締め発言に転じる可能性が高いと考えますので注意が必要です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、スイローでした。また見てください。